はい、どうも、ジェリーです。ってことで今回は 2.5 周年、今月3月末に行われるであろうカラフェスの限定メンバーの予想をやっていこうと思います。ってことで現在開催中のワンダショ箱イベントが終わった後、2号箱イベントが来ることが書き下ろし楽曲から確定しています。で、その後に来る3月末が今後の限定イベントとカラフェス出た感じで行われるんですよね。もしかしたらワッチ箱イベかもしれないけど、まあほぼほぼ混合イベントで間違いないと思います。その混合イベントと同時で開催されるカラフェスの限定メンバー、これが誰になるかかなりね重要なところとなります。カラフェス限定っていうのはやっぱあの 140% スキルも持ってたりするんで、まあその辺も踏まえてカラフェス限定メンバーは誰が来るか、今回ねまだなかなか絞りきれないんで、候補メンバーをね何人か挙げて、その組み合わせとかについてお話ししていこうと思います。ということでカラフェス候補メンバー見ていきましょう。候補メンバーはレン君、リンちゃん、つかさくん、エムちゃん、サキちゃん、アキト君、コハネちゃん、みのりちゃん、しずくさんといった感じのメンバーとなっております。はい、後半の方のメンバーはねかなり可能性低めなんで、まあ、個人的にはレン君、リンちゃん、つかさくん、エムちゃん、サキちゃんあたりの組み合わせてみるのがねいいかなというふうに思っています。で、このメンバーを見たらね、なんでこのキャラ候補に入ってるんだって思われそうなキャラと、あと説明しておきたいキャラがいるので、それについて簡単に先に説明します。まずレン君ですね、唯一の限定3回目未実装キャラということもあり、イベント限定もしくはカラフェス限定で確実に来るというふうに言われています。また実装数も11枚で、前回の星4登場が1月中旬というところからも無理なく登場可能ってことも合わせて、この後ね紹介する組み合わせにめちゃめちゃ出てくるので押さえておいてください。次に司くんと M ちゃん、現在開催中のワンダショ箱イベント、あのフェニックスイベントですね、こちらで星4になったばかりだから来ないんじゃないのかっていうふうに言われそうですが、プロセカでは1イベントだけ挟んで限定で登場するっていうのが何度も行われています。ちょうど M ちゃんとかもその周期やってるキャラクターですね。またカラフェス限定でも1周年の時にいちかちゃんやみくちゃんがねそのような周期で来ている、なんならみくちゃんに関しては1位目挟まず来ているみたいな感じになってるんで、2人とも候補に入ってくるといった感じになっています。最後にさきちゃんですね、レオニはカラフェス限定がすでに3人登場しているんで来ないんじゃないかって言われそうですが、ニーゴがすでにねもう4人実装されているんで、まあカラフェスで1人実装っていうのは全然あり得ると思います。また前回のね限定で 150% スキルを持ったビビマスカイトさんが実装されたことによって、ニーゴとレオニだけ 150% スキルがまだ1枚でビビバスが3枚、モモちゃんとワンダショが2枚といった感じで差がついています。まあ、このあたりをカラフェスと合わせてスキルのね枚数を調整するのではって考えたところ、ここでサキちゃんがカラフェス限定っていうのは十分に可能性があるかなと考えました。あとは単純にレオニは1周年でいちかちゃんだけ登場して、他ユニットとは違って人数のズレがあるんですよね。なんでそこの調整要素もあるかなといった感じで候補に入っています。ではではこの辺を押さえたところで組み合わせの候補で見ていきましょう。最有力候補がリンちゃん、レン君、次がサキちゃん、レン君、次が3位タイでつかさくん、レン君、もしくは M ちゃん、レン君、5位がアキト君とコハネちゃん、6位がつかさくんと M ちゃん、7位がみどりちゃん、しずくさんといった感じで候補を挙げております。ではね順番に見ていきましょう。まずは7位みのりちゃんとしずくさんですね。ここに関しては、まあ、かなり可能性が低いとは言われていますが、一応候補として入れてあります。みのりちゃんとしずくさんがももじゃんメンバーで、ももじゃんっていうのが2回目のカラフェスで限定になっているので、ユニットごとに見た場合のカラフェス周期で言うとかなり可能性が高いメンバーとなってきます。しかしながらみのりちゃんの方が限定実装数が多いっていうのがあるので、みのりちゃんがねここで出てしまうと単独限定5枚目に突入することになります。まだ現状レン君の3枚目が来ていないことも考えると、さすがに差がつくのでないんじゃないかって言われていますが、まあカラフェスもしくはイベント限定の方でレン君が実装されたら枚数差が縮むんで、同時に実装だったらまあワンチャンどころか通着くらい可能性があるかなってことで候補に入れています。まあ、ただねやっぱカラフェス限定メンバーとしては可能性一番低い候補になってくるといった感じです。次に6位つかさくんと M ちゃん、この2人ですね。まあ、この2人に関してはね先ほどの、まあ、来る可能性あるよねっていう話をしたんですが、この2人が同時で来る可能性はかなり低いというふうに考えています。まあ、なんでかっていうと、さっきね話した前例1イベントだけ挟んで限定で登場するっていうのは1人だけなんですよね。2人同時に
1イベントで実装というのはこれまで1回もなかったので、まあプロセカ運営ならやらかす可能性があるとはいえ、さすがに可能性が低いだろうといった感じで、この低めの順位に置かせてもらってます。ただしですね、司くんと M ちゃんっていうのはもともとワンダショー箱イベントの方で、M ちゃんの方が実装されず、司くんバナーイベントでねねちゃんプラスメイコさんとかできて、そこで司くん M ちゃんで来るだろうっていうお話で、司くん自体は候補としてはかなりの有力候補だったんで、まあ一応候補に残している感じになります。次に5位、アキトくんとコハデちゃんですね。まあこの2人に関しては限定周期的にも星4周期的にも全然来れるよねって感じのメンバーではあります。ただしですね、この2人のメンバービビバスはカラフェス限定で実装されたユニットで見ると一番遅い組なんですよね。カラフェス限定の実装順っていうのがニーゴ、モモジャン、レオニー、ワンダショ、ビビバスの順番で実装されてきているので、まあ一番最後に実装されたビビバスがこのタイミングで早めに実装されるっていうのは、もうちょっと違うんじゃないかなっていった感じです。まあ前回遅かったから今回早めにしたっていう風に考えることもできるんですけど、それだとね、ニーゴが一番最初に実装されて、2回目も一番最初に実装されてるから、そこおかしくねってお話になっちゃうんで、まあこの二人も候補には入るけど、やはり可能性としては低めだよねといった感じの候補となります。はい、ではね、こっからのメンバーはかなり可能性高いメンバーになってきます。まずは3位タイで司くん、レン君、そして M ちゃん、レン君のこの2つの候補ですね。どちらも来る可能性非常に高いです。まあ、なんでかっていうと、さっき言ったね、1イベント挟んで来るっていうので、司くんと M ちゃん、どっちかだけなら全然候補として入ってくる。そして、合わせているメンバーのレン君っていうのが、さっきも言った通り、限定3枚目が未実装っていうのもありますし、あとね、バチャシンとオリキャラが一人で実装されるっていうのは、1周年の時に行われています。またその時、レオニが行われたんで、それ以外のユニットで、このオリキャラ、バチャシンっていう組み合わせを使うことで、人数の調整をするんじゃないかなっていうやつですね。まあ、2人とも、限定の実装数的には問題なく星4周期で行くとかなりきついといった感じにはなるんですけど、カラフェスの実装順で見ると2号レオニーワンダショーで来ているんで、ワンダショー3番目なんで、2番目3番目が入れ替わるくらいなら全然問題ないというか、プロセカそういったのはねよくやっているんで、その辺からも候補としてはかなり有力かなというふうに考えています。続いて候補2位、サキちゃんとレン君ですね。こちらはですね、意外と予想してる人少ないかなとか思うんですけど、ジールさん的には結構な有力候補として挙げています。まあそれもさっき言った通り、サキちゃんがですね、レオニの中のユニットのズレっていうのがあるんで、そこの調整要素、あとはレン君の方がバチャシン限定でカラフェスで来る場合、多分サブユニットがなしになるんですよね。1周年の時と2周年の時のミクちゃん、ルカさんたちは全員サブユニットなしの限定メンバーとして登場しているんで、レン君とバーチャルシンガー、そのサブユニットっていったところでのスキルの調整っていった感じで行われるんじゃないかなっていう予想ですね。では最後、予想の1位。まあ、これはもうみんなね、よく言ってるんですけど、リンちゃんとレン君、この2人ですね。まあ、鏡ねコンビ、なんも違和感ないです。はい、もう。普通に限定周期も空いてるし、星4周期的にも十分来れて、まあ、バチャシー2人の組み合わせ、前回がミクちゃん、ルカさんだったらもうリンちゃん、レン君でしょうって言った感じで、ド定番でド安定の組み合わせになります。まあ、レン君の方がですね、限定実装数が少ないっていうのもありますし、リンちゃんは星4枚数自体がね、少なめのキャラクターではあるんで、その辺の調整も含めた予想といった感じになります。はい、ということで今回はね、カラフェス候補、そして組み合わせ候補について話していきました。まあ、個人的には1位、2位、3位のところの、リンちゃん、レン君、サキちゃん、司くん、M ちゃんあたりがね、可能性候補としてはかなり高めになるかなと思います。あとは5番目に入れているアキトくん、コハネちゃん、ここに関してなんですけど、140% スキルがね、アキトくんがここで来てしまうとまた限定でスコアアップってことになるんで、その辺がね、どうしても引っかかるんで、やっぱ予想としてはかなり低めになってしまいます。もしアキトくんが実装されるとしたら、限定で1回スコアアップじゃないスキルを挟んでからの限定実装になるかなって感じがしますね。まあ、ではでは、そんな感じで今回のカラフェス予想動画終わっていきます。よければね、皆さんの予想もコメント欄で教えてください。高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。